ボタンポチ全力ジャグバーくっそジャンピングできなかった。高梨、キアラ、クレイジーオリー、言い訳バニー、ファボリアレイネ、雪浜ラーミー、桜色ハイテンション、高根類、猫またおかゆ、桜色ハイテンション、きたー。え、なにこれ、すすめバカタレイション、ねねね、え、びっくりしすぎてミスっちゃった。つのまきわたん、あ、やっぱりなんか、あ、超絶 S おスコア。いや、壊れてる、壊れてるよ、スコアが。私てっきり左のやつがいっぱいになったらラプちゃんのさ本名出るんじゃないの。初めて見たんだけど、あれ、私ラプちゃんの本名を打ちたくてしょうがなかったんだけど、なかなか来ないなって思ってたのよね。あのラプラスディアハイエストなんちゃらみたいなやつ一回だけ出たことあってさ、それさ動揺しすぎて打てなかったんだよね全然。いや、それを見たいなと思ってて、左全部揃ったらそれが出るのかと思ってた。あれはランダムなんだ。やった、みんなにレア演出見せられた。ゆずき、チョコ、ことの、あ、あ、出た、ラプラスディアハイエストでスサーティンダイナアートオブインパクトサイストライル、あラプラスディアハイエストデスサーティーダイナアートオブインパクトサイエンスメラギロードオブザダークネス。くそ、真剣ゼミで予習したのに、あはー、予習したのに。はい、おかえりなさーい。きー、悔しい。え、めっちゃ悔しいんですけど、なにこれ、私悔しいよ。ただあれだね、みんなにあの超絶 S 見せられたのは嬉しいっていうか、初めて。裏でちょっとやったけど、裏でも S 取れたことないから、あの配信中にフルで貯めれたのはちょっとマジで嬉しかった。悔しいけども、多分これ以上早くなるのは結構無理かも。でも私とあのスイちゃんが多分同じか、スイちゃんの方が早いんじゃないかなって気がするんだけど、あれコヨってどれぐらいだったっけ。でもコヨがミスタイプがめっちゃ少ないって、コヨも結構すごかったんだね。ラプラスディアハイエストデスサーティー、うん、ダイナアートオブインパクトサインスメラギロードオブザダークネス。真剣ゼミで予習した。